では時間になりましたので始めます。先月文部科学省の調査で昨年度自殺した児童や生徒は415人と前年度から100人近く増えて過去最多となったことが分かりました。子どもたちに悲しい選択をさせないために私たち報道に携わる人間は何ができるのでしょうか。本日はネットや電話などを通じて子どもからの相談を受けている NPO 法人代表お二人から最近の傾向や相談内容の特徴などについてお伺いします。ではゲストをご紹介します。まず NPO 法人オーバー代表理事の伊藤二郎さんです。伊藤さんは1985年東京生まれ、精神保健福祉士の資格を持ち、2014年に NPO 法人オーバーを設立し、インターネット上で自殺に関する検索をした人の画面に相談窓口の案内活動が表示されるようにして支援につなげるゲートキーパー活動を続けています。そして NPO 法人チャイルドライン支援センター代表理事の小林純子さんです。小林純子さんはチャイルドライン支援センターの代表理事であるとともにチャイルドライン宮城の代表をされています。チャイルドラインはイギリス発祥の相談電話で、日本では俳優の牟田貞三さんらが代表となって、1999年に NPO 法人チャイルドライン支援センターが設立されました。全国68団体と支援センターが共同で子どもの声に耳を傾け、子ども自身が力をつけていくことを応援する相談活動を続けていらっしゃいます。小林さんは宮城からリモートでご登壇いただいています。司会は日本記者クラブ企画委員で東京新聞編集員の早川幸美が担当します。今日の進行ですが、まず伊藤さん、小林さんの順でそれぞれ20分ほどお話を伺った後、会場とオンラインで参加している記者からの質問にお答えいただきます。なお日本記者クラブでは感染防止対策の観点から会場と合わせてズームを使ってライブ配信も行っています。質問は会場参加者、オンライン参加者の双方から受け付けます。オンライン参加者からの質問は2つの方法で受け付けます。直接質問をしたい方は画面下方にある手のマークのボタン、手を挙げるを押してください。質疑応答の時間に私が指名します。テキストでの質問は Q&A で受け付けます。ご所属とお名前、質問を記入し送ってください。 Q&A での質問は今から受け付けています。それでは伊藤さん、お願いします。 NPO 法人オーバー代表の伊藤と申します。私からはコロナ禍以降の子どもたちを取り巻く社会環境と自殺の現状についてお話をさせていただきます。私は精神保健福祉でして、2013年より子ども若者の自殺対策に問題意識を持ちまして、インターネットを活用した相談事業を行っております。具体的には死にたいとか自殺の方法であったりとか、こういった自殺の関連用語をですね、検索エンジンで調べている人たちに対して検索の連動広告を出すということを行っています。なかなか死にたい気持ちを抱えていた若者や子どもたちというのは顔に書いてあるわけではありませんので、なかなかどこにいるかわからない。そういったところでですね、地域でこういった死にたいとか自殺関連用語を調べるとですね、連動して広告を出すような仕組みを使うことで、なんとか死にたい気持ちを抱えている子どもたちに近づいていく、リーチしていくということをまずしています。そこからですね、ホームページに誘導してインターネットを通じた相談を受けているという形になります。もう少し具体的に言いますと、この検索連動広告を使うことによって自殺のリスクが高い人たちに対して直接的にピンポイントで情報を届けることができますし、自殺の手段とかですね、そういったことを調べている人たちに対して死ぬための情報より生きるための情報をですね、目につきやすいところに表示させることができます。そこからインターネット相談に誘導していくということをしております。メールを中心にチャットや電話、必要に応じて同行の支援なども行っております。さて、コロナ禍以降のですね、社会の情勢と影響なんですけれども、大人たちのですね、さまざまな経済活動への影響があります。また非正規雇用の問題であったり、具体的にですね、生活に困窮する人も出てきています。家庭内では虐待の深刻化、DV の深刻化が指摘されています。子どもたちにおいては特にメンタルヘルスの影響が深刻に影響しているのではないことが懸念されます。ストレスというのは環境の変化が起こって
コロナ禍によってですね、さまざまな社会的な制限、3密を避けるような生活ということを余儀なくされました。環境の変化が起こりますと、それに適応しなければいけませんので、それがものすごくストレスになってきます。特に子どもたちは活動の量が多いことから、そのいろんな制限が大きくですね、制限されてしまった。環境の変化が大きく起こった人たちなんだというふうに言うことができると思います。児童虐待のですね、相談対応件数も過去最多になっておりますし、DV の相談の件数も増えています。2020年の4月には、国連の事務総長が、シャドーパンデミックだと、こういった家庭内での暴力が深刻に起こっていて広がっているというような警告がなされていました。こちらの資料は、性暴力被害に関する SNS 相談の結果になりますけれども、10代、20代の若者から多く相談を受けている事業です。加害者との関係についてはですね、1位が家族になっております。この中には ZIP なども含まれており、一部の子どもたちにとっては家庭も安全な場所ではないということを示しています。こちらは内閣府の子ども若者白書の最新版になりますけれども、どこにも居場所がないというふうに答える子どもたちが増えています。これはコロナ禍前の2019年度のアンケート調査によって、どこにも居場所がないという子どもたちが増えていると。居場所がないというのは、物理的に居場所がないわけではありません。ほっとできる場所がない、安心安全な場がないという子どもたちが増えているというふうに言うことができます。不登校も過去最多になっています。そういった中で、残念なことに、2020年度においてはですね、10代の自殺者数は増えてしまいました。過去最多という状況にありまして、児童・生徒の自殺者数についてはですね、コロナ禍前よりですね、増加傾向がありましたけれども、令和2年度に関しましては、急増というような状況になっております。こちらの資料で言いますと、この赤い、折れグラフがですね、令和2年になっております。急激な増加というのが認められます。こちらは学生生徒の自殺と男女別のグラフでございます。小中高とですね、この青い箇所が男子で、黄色い箇所がですね、女子になっております。通常ですね、女子女性と男子男性の自殺率というのは倍近く男子男性が多いです。しかしこの幅が狭まってきてですね、昨年度は女子、女性もそうなんですけれども、自殺の増加というものが目立っています。児童生徒の自殺に関しましては、統計を取り始めた78年以降、過去最多となっております。で、こちらに関しましては、令和元年と令和2年度におきまして、小中高校生のですね、自殺者数について、まとめたものでございます。小中高生、特に女子に注目していただきたいのですが、おおむねですね、倍近く増えているのが分かると思います。男子も増加一部でしておりますけれども、明らかに女子の自殺がですね、増加している。例えば高校女子を見ますと67人というのが令和元年度でしたけれども、令和2年度においては138人という状況になっています。こういったですね、さまざまな社会的な影響もそうですけれども、昨年度に関しましては、有名人の方のですね、自殺および報道がありました。これは JSCP が分析した結果ですけれども、自殺の報道の後に関しましては、予測値よりもですね、自殺が増加しているというような報道の誘発、影響可能性について示しているものでございます。ご存知のようにですね、こういった、報道あるいはメディアの影響でですね、自殺のが誘発されるというようなことが、以前からあります。元になっているのがですね、若きウェルテの悩みというですね、1774年にですね、出版された、ゲーテの小説が出版された後にですね、一部の子ども若者の自殺が増加した。模倣して自殺をするというようなことがありました。その200年後にですね、フィリップスという社会学者が、新聞紙とですね、自殺率を分析したところ、
ここに相関があるということを明らかにしてウェルテル効果と名付けたものです。昨年度はですね、そういった有名人の方の自殺が立て続くことがありました。また1986年においてもですね、非常に著名な子どもに影響力のあるアイドルの方が亡くなって、青少年の自殺が前年比で 30% 増えるということもありました。このウェルテル効果については、メカニズムについては、人間の行動なので分からない側面もあるんですが、報道に登場した人物と同じような属性を持った人に大きな影響を与えるというところから考えますと、おそらく自殺で亡くなった方と自らをこう重ねるような心理状態、すなわちあの人も失恋で悩んでたのかと、自分もそういうふうに悩んでると、その時にいろんな困難を抱えた時に、生きるという道を選択するのではなくですね、死ぬという行動を選択した人の物語をですね、メディアを通じて聞くと、それによって観察学習して模倣をするというふうに考えられます。そういったことを踏まえてですね、WHO の方ではメディア関係者に向けてですね、ガイドライン、手引きを出しております。やるべきこと、やってないいけないことということを出しております。近年ですね、徐々にですね、報道の関係者の方もこのガイドラインを知ってくださってますので、徐々に報道の仕方に関しましては改善していく方向性にあるとは思うんですけども、昨年度もこちらのやってはいけないことの一部が報道されてたのも事実です。また SNS などによってですね、個人がメディア化している時代になっています。一部のこのガイドライン遵守してないような報道をですね、 SNS 上等でシェアすることによって、一部のユーザーが自殺がですね、誘発されるというような可能性もあるわけです。またもともとウェルテル、若きウェルテルの悩みもですね、事実の話ではなくてフィクションなわけですけれども、江戸時代においてもですね、こういった人形劇で大ヒットした人形劇がですね、真珠を美化するような物語になっていまして、それによってですね、真珠が増加したというようなことが記録されております。これによってですね、幕府はこの演劇を禁止したりとかですね、真珠を空いた陣に解消したりとかですね、なかなかの苦肉の策だったと思うんですが、人々のこの文化的な強度を下げるような介入をすることによって少し落ち着いたというふうに聞いております。このようにですね、報道だけではなく、さまざまな映像だったりとかコンテンツ、実際の事実ではなくても影響を受けるということが分かっているわけです。そういったところでですね、そういった舞台、映像を関係者に知ってもらいたい基礎知識ということで手引きを出しておりますが、これは先ほどの報道関係者に向けてのガイドラインと比べるとまだ知名度が非常に低いですし、クリエイターの方々とのですね、対話というものも必要になってくるのかと思います。メディアというのは自殺を誘発する可能性があるわけですけれども、場合によってはポジティブな効果もあるんじゃないかということに注目した研究者もいました。これは映画ですね、を見た人にどういう影響を与えるのかというようなことを実験したものです。一つの一番左にある映画は、前後でですね、自殺前量が増加したのですが、一番右にある、エリザベスタウンという、映画におきましてはですね、見る前と比較して見た後の方が人生の満足度が増加するようなことがあったようです。このニーデル・クランターラーというですね、研究者が危機を克服した人を描く、これはメディアで描いていくことによって自殺のリスクの高い人に有益な影響を与える可能性があるんだということを言っています。すなわちいろんな困難を抱えて自殺に追い込まれたときにですね、死ぬというような物語ではなく、それをいろんなストレス対処行動を起こして人に相談したりとか、困難を乗り越えていった物語を描くと自殺予防的な効果が期待されるんだというようなものになっています。こういったいろんな研究を踏まえてですね、このガイドラインにも一番上の方にですね、困難な状況に屈しないことや、そこから立ち直る力を取り入れるというようなですね、そういったことが記載されております。子どもを取り巻くさまざまな生きづらさというのは、コロナ禍前からあるわけですけれども、私たちが相談を受けてますと、特に児童生徒に来ましてはですね、多くが学
校と家の問題を抱えています。学校や家に両方とも居場所がないというようなことを訴える子どもが多いんですね。その内容というのは様々です。もちろん学校でのですねいじめもありますし、学業の問題もあります。学校での家庭でのですね生活の困窮であったり虐待だったりとかですね、そういったものもありますけれども、いずれにしてもですね多くの子どもがそういったいろんな学校や家庭の問題を抱えて、居場所がないと感じていることを私たちに訴えてきます。自殺願望というのはそもそもどういうふうに発生するのか、これは自殺願望の中身について説明しているものですが、所属感の減弱と負担感の知覚があるというふうに言われています。これは簡単に申し上げますと、居場所がないという気持ち、孤独だということですね。でもう一つは、自分は迷惑だとか先生や両親に迷惑をかけている、こういうふうにですね自分自身が周囲のお荷物になっているんじゃないかと、こういうようなことをのおっしゃる方がいます。ほとんどの子どもたちが、居場所がない孤独だという気持ちをさまざまな表現で訴えます。そして私たちに相談をくださる子どもたちが死にたい気持ちを抱えながら誰かに話せているのかというと、決してそうではないことがほとんどです。死にたい気持ちを抱えると周囲に助けを求める力、これは援助要請能力と言いますけれども、これがもともと弱かったり弱まってしまうことがあります。弱まってしまうというのは自分周囲に迷惑をかけてはいけないとかですね、そういった気持ちが出てくるものですから、相談すること自体が迷惑をかけちゃうんじゃないか、そういった形で助けてという力が弱まっていってしまうような構造があります。だからこそですね、周囲が気づいて声をかけて支援につなげていくというゲートキーパーが重要だというふうに自殺対策の政策では言われております。こういった死にたい気持ちに追い込まれている子どもと大人たちの間には大きな壁があるというふうに感じています。この壁とは何かということなんですが、スティグマ、負のレッテルという問題があると思います。この負のレッテルというのは、例えばスクールカウンセラーに相談するのは、あまり望ましくない、何か問題抱えているんじゃないかというような感覚です。例えば大人もそうなんですが、カウンセリングというのは海外の映画とか見ますとごく当たり前にしている映像が流れますけれども、日本でカウンセリングに行っていると何か病気なのかとかですね、何か問題抱えているんじゃないかというふうに言われてしまうような恐れがあります。そうしますとスクールカウンセラーにもなかなか相談しに行けない。そもそも助けてという相談をするという行為そのものにスティグマ、負のレッテルがあるようにも思います。それだけではなくて、支援者側の情報が発信が不足している場合があったり、あとはご本人の援助要請能力が低かったり弱まっていってしまうという問題があります。あとはですね、なかなか対面や電話でもですね、なかなか相談しづらいというような人もいます。子どもたちは SNS 時代ですので、テキストで子どもたち同士でやり取りすることも多くなっています。なかなか電話で相談できない子もいるわけですね。相談できる子もいますけども、できない子もいるわけです。そうしますと、そういった、テキストだったりとかインターネット上の相談の窓口がないと、なかなか相談できない子どももいるんですね。先ほど申し上げたこのスティグマなんですけれども、社会的なですね負のレッテル、スクールカウンセラーに相談するのは何かいけてないよねとか、何か問題抱えてるんじゃないか、そういうふうに周囲が言ってるとですね、だんだん自分もそういうふうに思っていく、そういうのをセルフスティグマ化する、あるいは内在化するというようなことを言いますけれども、これによって SOS が阻害されます。これは大人でいうと生活保護などが顕著に出ています。生活保護を受けるのは何か悪いことだというような社会的なレッテルがですね、多くの人の生活保護の申請をですね阻害しているような側面があると思います。まとめになりますけれども、近年子どもの自殺は増加傾向にあり、これはコロナ禍前から起こっているというのも注目しなければなりません。またステイホームによってですね、家族ですごく過ごす時間も増えました。もともと家族の関係が良好なところはいいんですが、いろんな問題を抱えているところはさらに深刻化しているんじゃないかと。家庭内での性暴力の話もありましたけれども、何かと案数になりがち、なかなか社会で認知がしづらいという問題もあります。
あとは自殺に関する報道だけではなくてですね、いろんな自殺に関連したコンテンツにアクセスできるような時代になっています。まあ、そういった意味ではですね、常に子どもたちが危険な情報にさらされているというふうに言うことができますし、先ほど申し上げたような報道だけではなくてですね、いろんな、コンテンツ、こういったものに対しての自殺の影響についても考えなければいけないというふうに考えております。また死にたい気持ちの背景にはさまざまな生活課題がありますけれども、多くの場合ですね、ほとんどの子どもが孤独感を訴えます。そして死にたい子どもたちはですね、なかなか自分で SOS を出すことが難しい、そういう心理状態になっていきますから、大人たちが気づいて声をかけて支えていく必要があるんですけれども、これもコロナ禍によってですね、なかなかソーシャルディスタンス、身体的な接触も距離感もですね、離れてますし、マスクをするとその子の様子が見えづらいというような側面もあります。ストレスの干渉要因としてソーシャルサポートというのがありまして、これは私たち人間同士の支え合いを意味しています。こういった他人がストレスを抱えているとか問題を抱えているというのが気づきづらいような状況になっている、これは子どもだけではなくて大人も同じだというふうに思っています。最後にですね、子どもたちが安心して SOS が出せるようなですね、相談窓口だったり情報の発信してをしていくことでですね、していったりとかですね、子どもたちが安心していられるようなですね、社会の居場所が必要だというふうに考えられます。話は以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。では小林さん、お願いいたします。はい、では画面共有をさせていただきます。はい、私からはチャイルドラインから見る子どもの自殺についてお話をさせていただきます。先ほどご紹介いただいたように、チャイルドラインはもともとイギリスの虐待防止を目的とした電話でした。それを日本に根付かせるために活動してきたわけなのですが、大事にしていることはまず子どもの声を聞くことの重要性について社会的認識を高めるということと、子どもの権利条約が保障する子どもの諸権利を実現するための社会基盤づくりということです。で、私どもは子どもたちとこのような約束をしてカードを配って広報をしています。だいたい1130万ぐらいのカードを学校を通して子どもたちに配らせていただいていまして、活動が22年を超しましたので、子どもたちにはある程度知られる存在となって、親御さんがかけたという例もあったというふうに聞いております。で、子どもたちとは4つ約束をしています。秘密は守るよ、どんなことでも一緒に考える、名前は言わなくてもいい、切りたいときは電話を切っていいということです。で、この電話を切っていいということが後で付け加えられました。最初切っていいというふうに書いておりましたら、リストカットを想像されるというようなご意見をいただきましたので、これを加えることとなりました。やっぱり時代の流れというのが感じられます。で、子どもからの着信なんですが、私どもはフリーダイヤルとオンラインチャットで通常は受付をしています。平日毎日約2000人の受け手が全国で子どもの声を待ち受けているというところなんですが、昨年はコロナウイルス感染症の流行の影響で、ボランティア活動自体が縮小せざるを得なくなりましたので、少し着信数が減っているということですが、それでも15万件の子どもの声が寄せられています。オンラインチャットは現在週3回や月ですね、第3土曜日だけは月1回なのですが、18団体で受信していて、こちらの方もどんどん書き込みが増えている状況で、なんとかしなければということで、現在11月の虐待防止推進月間に合わせて2週間オンラインチャットを毎日受信するというキャンペーンをやっています。それともう一つ、コロナウイルスが感染して、拡大したときに、子どもたちが、この電話もチャットもつながらないという声も聞きましたので、何か、できないかということで、ホームページ上につぶやくというコーナーを設置しました。そこへの書き込みが当初だけでも8000
800件、月に800件あったのですが、現在は1500件ということで、こんなに子どもたちは話したいことがあるのだということをつくづく感じております。でこれは統計に見る子どもたちなんですが、まあ、自殺はこのような数です。で厚生労働省の方と数値が若干違っています。これは学校からの報告によって文科省の方の発表があるということだと思います。まあ、いじめが若干減りましたけれども、これは、学校の活動が少し、縮小されていること、それから先生方が子どもたちの様子をよく見ていること、それから、ソーシャルディスタンスということで子ども同士の接触が少なくなったことが原因しているのではないかというふうに、感じられます。で虐待の方は先ほど伊藤さんのグラフもそうでしたけれども、うなぎ登りで、亡くなるお子さんも結構多くなっています。でこの亡くなるお子さん の半分ぐらいが0歳で親に殺されているという現状、これは本当に、痛ましいことで、なんとかこの、若い親を支援していくという体制も必要ではないかというふうに思っています。で平成30年度、約16万件の虐待相談件数があったのですが、そのうちで一時保護されたお子さんは4万7000人ほどでした。それ以外はお家で、まあ、家庭観察となっていたり、まあ、いろいろな面で値しないということでお家へ返されているわけなんですが、最終的にその社会的養護に至ったのが乳児院、児童養護施設、里親、ファミリーホームなどに、まあ、委託されているわけです。そのお子さんの数は現在4万4258人という数になっています。そしてその入所しているお子さんの約 65% は虐待を受けた経験があるお子さんです。児童養護施設というと孤児の方が入所するというようなイメージがありますけれども、現在は虐待のお子さんがほとんどです。そしてそこに入所しているお子さんの 36.7% が何らかの障害を持っているというふうに言われています。私も関わりのある児童養護施設に行きましたら、特別支援学校に通っている高校生がとても多いことに驚かされました。でこのことについてなんですが、専門家の方によると、親との愛着が形成されるのは1歳から2歳のうちなそうなんですけれども、この子たちが虐待されていて、その愛着が形成されなかった、そういうことで発達障害のような傾向を示しているのではないかというふうに言われています。杉山敏郎先生は第4の発達障害という言葉を使っておられます。私たちはその子どもたちとの約束で、秘密を守ると言っているわけなんですが、まあ、今日は少し具体的な事例もということで、人が特定されないような編集した形でご紹介したいと思います。私も長年チャイルドラインをやっていますが、本当にこういう電話に出会うと、本当のことなんだろうかというふうに思うこともたびたびあります。でもニュースでいろいろな事件を見ると、やっぱりこういうことは起きているのだ、水面下にあるだけなのだというふうに思わされます。まずある高校生ぐらいの男の子でしたが、親が出て行って妹たちの面倒を 見なければならない、時々切れそうになる、なんかお皿でも洗いながら水の音がこうしているような中での電話だったということです。それから家に男の人が訪ねてくるようになって、その人がいる間は家に戻ってくるなと言われている。まあ、何が起きているかは想像できるかと思います。次の事例だと、もしかして戸籍のないお子さんではないかというふうに思ってしまったこともあります。お母さんが窓に紙を貼って外を見てはダメ、そして出かけて行って何日も帰ってこない、どうしたらいいかというような本当に、痛切な電話でした。それから親がいつもお金のことで喧嘩している、お前も体を打って稼げと言われる、親の暴言がひどい、リストカットをしているのを見つかって殴られた、こんなことがあれば本当に家にはいられないと思ってしまうと思います。それから、最近だんだん増えているのが、テレビで虐待のことをやっていた、自分がされていることと同じだと思った、報道されると自分も同じような目に遭っている、それは虐待というのだろうかというような子どもの問いかけ、本当に胸が痛くなるという思いです。それから父親から性交を強要されている、母親は見て見ぬふりをしている、
まあ、こういうお子さんは多分家を出て、自分の住むところ、それから収入を得るために、外でも辛い思いをしているのではないかと思います。それとコロナ の流行があって、驚いた電話がありました。コロナの給付金って子どもでももらえますかという電話でした。親が家にいなくなって郵便が来た。これを持っていけばお金がもらえるのだろうかというような子どもさんからの電話です。まあ、こういう本当にありえないというようなことが、実際に子どもの身に起こっているわけです。新型コロナウイルスが感染が拡大した頃、一斉休業の要請が出されて、この頃は本当に子どもたちの悲鳴のような電話がたくさんかかってきました。今日はお手元にお配りしている中にたくさんその時期の子どもの声が載っていますので、あと見ていただければと思います。支援センターのホームページの方でもご紹介していますので、どうぞご覧ください。で、子どもからの、まあ、起死燃料ということで、私たちこう受けた人の感覚でですがデータを取っています。でこの時期ですね、取ったものがこのグラフなんですけれども、チェックボックスというのは直接死とか死にたいとかという言葉は出ないんだけれども、いろいろ別な話題だけれども、この子が、死にたいというか消えたいというふうに思っているんじゃないかというふうに感じた数です。ほとんど同じぐらいの数になっていますので、このチェックボックスにチェックが入ったお子さんたちは本当に自殺予備軍ではないかというふうにとても心配です。先ほどこのグラフも伊藤さんからご紹介ありましたけれども、去年 の特徴としては、だいたい9月に自殺が多いというふうに、夏休み明けの9月が自殺が多いというふうに言われていたんですが、8月が最高だったのですね。それから中学生の、自殺が多かったのが6月、8月、11月ということで、これは部活動などとも関係しているのではないか。中学生にとっては部活動あるいはコンクールなどが生活の主な部分を占めているお子さんもいらっしゃるので、希望中心になって希望を失ってしまったのではないかというようにも想像されます。まあ、コロナの影響というのはいろんなところに及ぼされているわけですけれども、体の問題、それから、教育格差ですね。こちらは休校になって、タブレットを配られたけれども、自分のうちにインターネットの環境がないのでできなかったとかいうお子さんも実はあったということです。それから給食がなくなると痩せるという子どもがいるということもよく言われていますが、給食が中止、子ども食堂が閉鎖するなどで栄養が行き渡らなくなるとか、あと親の失業、まあ、あとは自分で学費などをアルバイトで稼いでいるお子さんもいらっしゃいましたので、その貧困の家族というのが、大変な状況になったと思います。それから、先ほど のコロナの時ですが、親が医療従事者で、自分にそのコロナがあるっているというようなことを言われたといういじめのようなことも起きたということが挙げられました。それから、親のストレスが子どもに向かう、あるいはステイホームで子どもがいる場所がない、いつもですと学校とか図書館とか、児童クラブで、時間を過ごして親の暴力を防いでいるということなんだけれども、そこへも行けない、毎日親に殴られているというような子どもの声も聞こえています。それから DV もなりまして、親同士のものを見るのも、心理的虐待になるわけですけれども、交際している相手から の DV も増えていたということが言われています。それから性の問題も隠れたところで、大変なことになっていて、妊娠したかもしれないとか、 SNS で、人に会いに行って被害に遭ったとか、収入がなくなったのでその援交をして、いくらか稼いだとか、まあ、そういうことも聞こえてきているということです。子どもたち一様にその未来に希望を持つことができない、それから大人に対しての不信感というのが感じられました。まあ、ワクチンのことなんかでもいろいろ毎日ニュースを見ていて大丈夫なんだろうかというようなこと、あと子どもには何もできないという無力感、そういうものに子どもたちが支配されていっているような気がします。
子どもに安全な環境と、それともう一つは実際に福祉的な支援が必要だということがこの流れから分かると思います。子どもたちによく目をかけていくことが必要です。で、子どもたちはいろんなところで SOS の窓口あるんですけど、なぜ言えないのか、そして、匿名でかけられるチャイルドラインになぜこんなにかけてくるのかということなんですけれども、私は子どもたちが言ってもしょうがない、信じてもらえない、恥ずかしい、心配をかける、大ごとになる、まあ、この5つが原因でなかなか言えないのではないかと思っています。子どもの問題というのはそうそう簡単に解決するわけではないので、子ども自身がなかなか言っても変わらないんだと諦めている部分がありますが、それでもつらいので聞いてほしいという思いでかけてきています。だいたい 80% ほどの子どもが話を聞いてほしいということで、かけてきているというデータが出ています。そして聞いてもらうことで、自分は一人ではない、自分は大切な存在であるという安心感を得て、孤独や孤立の解消ができる。誰かわからないけれども、チャイルドラインにアクセスをして聞いてもらう経験を積み上げることで、苦しい時に誰かに相談すること、SOS を発することを学習できるのではないかと思っています。今話したように、189っていう児童相談所があるので、かけてみてねっていうようなことを伝えることもあったりします。そしてよく聞いて共有することで、子どもたちの生きづらさを軽減して地震の防止につながりたいというふうに思っています。で、私たちは子どもと直接話をすることと、それから社会に対して子どもの問題を提起するということを、念頭において活動しています。本当にこの児童の権利に関する条約が本当に子どもの最善の利益を大事にするというふうなことを謳っています。それから児童福祉法では、子どもたちは愛され保護される、そして自立支援されるのだというふうに、法的には謳っていますけれども、本当にそういう環境になっているでしょうか。私はその日が早く来ること、そしてその日が来たら、きっとチャイルドラインはいらない日になるのではないかと思っています。で、電話でできることは限られていますけれども、私たちは大人としてその子どもたちの様子をしっかり見ていく必要があると思います。虐待通報はいち早く、DV の通報は、最近警察の方でもうだいぶ対応してくださってますので、110番でいいですよっていうふうに言ってくださっています。そしてこういう研修とか一般の方にお願いするのは、地域で子どもたちをよく見ていただいて、見る、聞く、つなぐで救済をしていただきたいと思います。で、その場合の課題としては、子どものことは子どものこと、大人は大人というふうに分断されることが多いのですが、これは孤立している家族への支援というのを、丸ごとやっていただくということが大事かと思います。それから子ども支援の人材をもっともっと育成してください。それから児童相談所、先ほどもご紹介したように全然足りません。大変なことは分かりますけれども、今本当に手をかけないと、この子どもたちは壊れていってしまいます。それから子どもたちへの情報提供ですね。性の問題、なかなか学校では教えてもらえません。それからメディアの問題も、ぜひ教育の方に取り入れて、しっかり子どもたちに受け継がせていただきたいと思います。そして何よりも子どもの意見表明ですね。今、子どもとぼかしいという言葉が流行のようになっていますけれども、どんな年齢の子どもでも、その年齢に応じた意見が表明されていいのだというふうに、子どもの権利条約では言っております。そこをしっかり受け止めていただきたいと思います。そして子どもたちには、子どもには人権がある、あなたは大事にされていい存在なんだということを、いろんなところで伝えていきたいと思っています。空気はそこにあることは普通は分からないけれども、もしなくなったとしたら、とても呼吸もできなくなって苦しいよね。だから空気がなくなるということはとても大変なことで、空気がもしあなたの周りに、濃くて他の人に薄いなんていうことはないですよね。それから、いつでもそこにあるものですよね。で、それがなくなった時はとても苦しい、ということは、あなたが今苦しいと思っているのは、あなたの人権が侵害されている、あなたが大事にされていないからだ
ということを伝えて、そういう時にはあなたが悪いのではないから助けてもらっていいんだよというふうに子どもたちに伝えていきたいと思います。私たち、まあ、微力ですけれども、これからも子どもたちの声に耳を澄まして、一人でも多くのお子さんが死に至ることがないように頑張って活動していきたいと思います。私からのお話は以上です。ありがとうございました。小林さん、どうもありがとうございました。子どもの SOS が本当に一つ一つ心に刺さってくるような報告でした。ありがとうございました。では質問をお受けします。質問の受付方をもう一度ご案内します。会場で質問のある方は挙手をお願いします。私が指名しますので、お近くのカメラを使っ、あ、お近くのマイクを使ってお名前とご所属をおっしゃってから、どちらの方への質問かを明らかにして質問してください。オンラインで参加されている方で直接質問したい方は、Zoom の下に、画面の下の方にある手のマークのボタン、手を上げるを押してください。私が指名しますので、ミュートを解除してご質問ください。テキストでの質問は、同じく Zoom の画面下方にある Q&A にお名前とご所属を添えて、どちらの方への質問かを明らかにして書き込んで送ってください。私が代読します。いかがでしょうか。はい、ではよろしく、会場から質問あります。よろしくお願いします。はい。D 会議員の小祝と申します。お二方にお伺いしたいんですが、さまざまご紹介いただいたのは、コロナによってですね、顕在化した、あるいはより顕著になった事柄かと理解しましたが、それではその諸外国の現状、諸外国で起きてきたことに比べて、特に日本でより目立つ顕著になった現象は何なのか、もし諸外国と違って日本で特別に顕著になった現象なら、その理由は何なのかをお伺いしたいと思います。では伊藤さんからお願いします。そうですね、諸外国の自殺の現状については、すみません、ちょっと細かい把握ができておりません。ただ、まあ、若年層の自殺がコロナ禍前から増加傾向にあるというようなことは諸外国でも言われていると思います。すみません、今日はちょっとデータのご用意がなくてですね、回答できず恐れ入ります。小林さん、いかがでしょうか。はい、私もそれほど諸外国の事例を、知っているわけではありませんが、日本の場合、家族の問題、が非常に顕在化したのではないかというふうに思っています。家族同士の触れ合いというのが、最近の日本では非常に少なくなっている。その上にコロナが、追い打ちをかけているということで、お父さんの在宅ワークなどで、家族関係がちょっと悪化したとか、それから問題の中で、いろいろ不登校のお子さんなんかでも、その不登校もつらいんだけれども、親に理解してもらえないのがもっとつらいというようなことで、その孤立を深めているという事例が、諸外国の家族の環境も若干その日本の場合最近こう心配な状況になっているので、出てきているのかなというふうに感じています。ありがとうございます。それでは質問引き続きいかがでしょうか。では会場から1問あります。毎日新聞の谷本と申します。伊藤さんにお尋ねしたいんですけれども、SOS の出し方、SOS を出すということを子どもたちに教えることが大事だということだと思うんですけれども、その SOS の出し方教室とかが、そのコロナ禍で、例えばその保健師さんが忙しいとかですね、そういった状況とかもあって、なかなか進まなかったとか、そういった状況があるのかどうか、もしご存知でしたら教えてください。もう一点ありまして、あとそういった自殺予防教育の中で、自殺という言葉を使うことに、学校側がこう、なんていうんですかね、こう過剰に反応するといいますか、自殺という言葉を出さないでほしいと言われることがあると聞いたことがあるんですけれども、
そういった言葉を使わなくても、なんていうんですかね、自殺予防というのは伝えられるものなのかどうか、伊藤さんはどのようにお考えなのか、よろしければお聞かせください。お願いします。ご質問ありがとうございます。文科省においてですね、2つの教育を行っております。SOS の出し方教育とですね、自殺予防教育というものを行っておりまして、SOS の出し方教育に関しましては、自殺のことについてですね、特段触れる必要がない内容になってございます。自殺予防教育に関しましては、親のコンセンサスが必要とですね、若干 の自殺というの話も出てくる性質のものでございます。でコロナ禍以降にですね、どの程度進んでいるのかというのは、明示的に多分おそらくデータがないと思われますけれども、もともとこの自殺予防教育、SOS の出し方教育というものが十分に行われているのかということに関しましては、明確なデータが出ておりません。で数年前のデータですと、ちょっと今記憶で申し訳ないんですが、5% 以下だったと思います。すなわち、まあ、そのほとんどのそういった対策が、進みつつあるわけですけれども、必ずしもそういった教育がですね、すべての子どもたちに届いているわけではないということだと思います。基本的にはですね、援助要請能力を高めていくような教育、あるいは情報、こういう困ったときにですね、こういうところに相談ができるんだよというか、情報を伝えていくということが大事ですので、必ずしも自殺ということはですね、使う必要性はないというふうに私自身は考えておりますので、SOS の出し方教育をですね、すべての子どもたちに届けていくということは、肝要に思います。では引き続きご質問いかがでしょうか。では、私の方からお二人の方にお伺いしますが、お二人の方それぞれ最終的な結論というか、最終的に今必要なのは子どもの居場所だというふうにおっしゃいましたけれども、これとても難しい問題だと思いますけど、学校、地域、それぞれが多忙だったりとか、特にコロナなんかの中で手薄に、子ども食堂なんかもなかなか開設できなかったりとか、いろんな困難も抱えていると思うんですけれども、この状況の中でも一歩でもこう状況を改善するためにできることを、そのお知りになっているその中で、これグッドプラクティスだなとか思うところとか、何か救いになるものがあればちょっと教えていただきたいと思います。では伊藤さんからお願いします。はい、先ほど申し上げた SOS の出し方教育についてはより推進していくというのが一つあります。もう一つはですね、ゲートキーパーという言葉が私のお話の中にありましたけれども、困っている人に気づいて声をかけてですね、そして必要な支援につなげていくというようなことがですね、さまざまな自治体においてですね、行われております。子どもにおかれましては、自殺のリスクが高い子どもたちが保健室だったりとかですね、スクールカウンセラーだったりとか、こういったところに相談しに行く可能性があるわけですね。そうしますと、自殺のリスクが高い人に出会いやすい人というのがいるわけです。それは養護教諭であったり、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーです。ただこういった方々ですね、自殺のリスクの評価や介入についての知識を有しているかというと、そうではないということがほとんどです。それは養成課程によってそういった学びがあるわけではないからです。そういった意味では、そういったリスクの高い子どもに出会いやすいような職種の人たちに対してですね、ゲートキーパー教育を行っていく。あるいはもっと言ってしまいますと、諸外国ではですね、そういったことを義務付けている、法的に義務付けているような地域もあります。ですので、そういったゲートキーパーの教育、子どものリスクが高い人に出やすい人に行っていくというのが一つで、もう一つはインターネット相談の拡充であったりとかですね、あとはですね、スクリーニングテストといってですね、死にたいというような気持ちをですね、デバイスでタップしてですね、それが大人たちにフィードバックされてくるようなですね、仕組みも始まってきてますので、そういった死にたい気持ちを抱えている子どもたちが誰なのかということ、あるいは言いやすいようにするような仕組みというのも必要に思います。以上です。ありがとうございます。小林さん、いかがでしょうか。はい、居場所というのは子どもが選ぶものなので、その子ども子どもに合ったもの
そしてそこに信頼できる大人がいるということが大事だというふうに考えています。ですから特別にもう知識があるということだけでもなく、もちろんあったもいいんですけど、その傾聴っていうのをよくこう学んだ方、そして子どもの気持ちに寄り添って、で、先ほど言ったように見る聞くつなぐができる、そういう大人の方がいることが必要なので、先ほど伊藤さんがおっしゃったようないろいろな研修をしていくということは大事なことだと思っています。で、子どもが信頼できる大人というのは、例えば、塾でもいいです。それから地域のスポーツ教室でもいいし、子ども劇場のおばさんでもいいし、子ども食堂の方でもいいし、子どもが選んで信頼するということなんですね。で、そういう大人の人をたくさん養成していくということが必要で、冒険遊び場だったりプレーパークだったり、まあ、そういうところでも子どもの居場所にはなり得ます。で、そこの人材育成についてなんですけれども、まあ、私なんかも民生委員さん、児童委員さんなんかにお話をしたり、そういう大人たちにこの状況をしっかり伝えて、あなたもその一員になっていただく、あなたもそのゲートキーパーですよっていうような認識を持って子どもを守っていくというような、形にしていければいいかなというふうに思います。ありがとうございました。オンラインで質問が来ています。片山沢子さんからです。小林さんへの質問で、子ども支援の人材育成や児相の充実などを提案されていますが、国や自治体がちょっとここから切れてます。国や自治体が今できることとか、こう将来的にやるべきことということをお聞きだと思います。よろしいですか。あと、ごめんなさい、もう一問ありまして、こちらはお二人の方にですが、お二人にその女子の自殺が増えた理由についてどう見ていらっしゃいますかと、というのが来ています。家屋信奉者の片山さんです。よろしくお願いします。そう、はい、じゃあ小林さんからお願いいたします。はい、まず自治体、国とかに言いたいことをですね、もっと子どものことにお金をかけて、予算をかけて、充実させてくださいということは言いたいと思います。本当に子どもに関わる方たちの給料というのは本当に低いですし、こういう NPO 活動についてもなかなか支援が入らないので、皆さん苦労しておられるということで、本当にそういうところに手を差し伸べていただくということと、児相についてはもう少し予防ですね、こちらの方もできることも望ましい、それだけの人員を配置していただきたいのと、親支援と子ども支援が一緒にやらなければならない、もう家庭復帰を目指しているような児童相談所ですから、なかなかその両方をいっぺんにっていうのは難しいのですね。なので、こう所内で役割を分担するか、あるいは別な組織を作るとか、そういうところで、その非虐待児とその親への教育っていうんですか、そういうことができるといいのではないかなというふうに思っています。それから、何でしたっけ最初の、女子の自殺が増えている。女子の自殺ですね。先ほど性の問題が出ました。で、やはり今回そのアルバイトとか仕事を失った、あるいは非正規になっちゃった、などというのは女子の方の方が増えています。実は私社会的養護の方の事業にもちょっと手をかけてますので、やはり失業しちゃったり、時間が減ったというお子さんが結構いました。最終的には生活保護という手段もないわけではないんですが、子どもたちはそういうことを知りませんので、なかなか助けを求められないで、体を打ってしまったりというような方法に走ってしまうことがあって、それで、こう辛くなって自殺ということを選んでしまうこともあったのではないか。それから精神的に追い込まれていくのに、こう女性が多いんじゃないかというのは子どもの電話にも現れていて、本当にこう泣きながら辛いということを訴えてくる、それしかもその精神的に、なんか病名がまあついてしまったとか、まあ、そういう女子がすごくこの頃多くて、本当にそれを聞いていて、こう泣くのをこう聞いているっていうような状況の時もあって、まあ、落ち着くまで一緒にこう、いるというような雰囲気でこうお電話を受けたりしていることも増えています。ありがとうございます。伊藤さん、いかがでしょうか。女子の自殺が増えている理由で思い、はい、
思あの考えられる点というのをお願いします。はい、女子だけではなくてですね、女性の自殺も増えております。で、保護因子の部分と危険因子の両方の部分があると思っています。危険因子というのは社会的なさまざまなですね、先ほど言った雇用の問題であったりとか、女性に特徴的に非正規雇用の減少だったりとか、あるいは家庭の問題ですね、そういったものを抱える人が多くなったと。で、保護因子、保護的な因子の減少というものもあると思っております。これはですね、さまざまなストレスに対してソーシャルサポートといってですね、周囲に相談したりすることによってですね、ストレッサーが減少すると、干渉やクッションのような形になっているものがあります。まあ、人々の支え合いですね。で、女性の場合はですね、他人に気持ちを伝えたりとかですね、ちょっとした悩みについて周囲にお話をすることでですね、問題解決していくということが男性と比較するとあるように思います。実際相談事業でもですね、女性の相談が弊団体でも7割になっておりますし、国の相談でもですね、 SNS 相談でも9割が女性になっています。こういったですね、3密を避けるような生活になってからですね、ちょっとしたランチ会とかですね、会って話すみたいなこともなくなってしまいました。そういった中でですね、自分が抱えている孤独な気持ちとか問題について話せる相手がいない、そして家でですね、問題を抱えてそれがなかなか外に出せない、そういう状況もあってですね、そういった保護因子が全体的に弱まっているような印象を受けております。それに伴って女子女性の自殺が増えた。昨年度の有名人の自殺の方の以降ですね、女性の有名人の方も亡くなってますから、そういった影響もあったというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。オンラインの方で西日本新聞の平峰真由さんから質問が来ています。伊藤さんへ質問です。自殺や不登校はコロナの前から続いているとおっしゃっていましたが、コロナで何が変わって何でが変わっていないのか、これを教えてください。もう一点ありまして、インターネットでのゲートキーパーの強みというのはどこでしょうか。はい、ありがとうございます。コロナ前からですね、子どもたちが生きづらい気持ちを抱えていて、自殺に関してはですね、増加傾向にあったというのは間違いないと思います。そういった中でですね、コロナ禍以降ですね、全体的な特定の子どもたちというよりは、先ほど申し上げたようなソーシャルサポートが減少している、困っている子どもたちに気づく大人も構造的に難しくなってきている。マスクをしているとか接触しづらいというような側面もあって、そういった保護因子がだんだん弱まっているような状況があると思います。そして社会的なさまざまな問題を、子どもがある意味引き受けているようなもので、いろんなストレスをですね、大人が抱えたときに、それが立場の弱い子どもたちにですね、表彰していってしまっているのではないかというふうに考えられますので、なんか全体的にですね、これは子どもだけではないですけれども、リスクがこうぐーっと上がってきているような状況の中で、さまざまなですね、報道であったりとか、そういった現象があってですね、増加してしまったんだろうというふうに考えております。で、インターネットゲートキーパーの強みに関しましてはですね、自殺のリスクが高い人がなかなか目に見えなかったわけですけれども、それを特定することができるというのが非常に大きな強みになっています。死にたい気持ちを抱えているというのを必ずしも周囲に打ち明けることばかりではないですし、学校でですね、見てもですね、子どもたちがどの子どもが死にたい気持ちを抱えているのかというのは分かりません。しかし自殺の方法とかですね、自殺に関連用語を調べる子どもたちや若者たちの自殺リスクが高いということは、さまざまな研究で分かってますので、ハイリスクな人たちにピンポイントに情報を届けて、そこから支援をサポートができるというのが大きな特徴になっているのかなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そちらの点で追加ですけれども、そのインターネットのゲートキーパーというのは始まってからまだそんなに歴史はないと思うんですけれども、この体制的なその課題と、これをこう分厚くしていくにはどうしたらいいというふうに思われますか。ありがとうございます。私どもは8年ほど前、2013年ですね、活動を始めまして、インターネットの相談というのは、その時はあまり普及していなかったというかですね、対面での支援がスタンダードになってましたので、対面電話というものがスタンダードになっていました。しかしですね、座間市における事件以降でですね、SNS を活用した相談事業というのが、2018年3月頃からですね、政策化されて普及し始めています。ですので、政策化してインターネット相談というのは、まだ本当に数年というレベルですので、私のようなソーシャルワーカーや
カウンセラーというのはですね、テキストで支援したことがあるという人がほとんどいません。そのため、そういった窓口を拡充されるためにはですね、伴って人材育成しなければいけませんので、その点については大きな課題が残っているというふうに思います。ありがとうございました。時間となりましたが、質問の方よろしいでしょうか。では今日の会見を終わらせていただきます。伊藤さん、小林さん、どうもありがとうございました。